はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら僕たちが普段飲んでいるコーヒー、この効能、まあ、メリット、デメリットについてお話をね、ちょっとしていきたいと思います。まあ、僕カズマックスね、このコーヒーをいつも、まあ、毎朝毎晩ねドリップして美味しくね楽しんでるわけなんですけれども、このコーヒー一体どんな良さ悪さがあるのか、結構ネット記事とかね、まあ、医学論文とか出てるじゃないですか。だけど、まあ、僕はあくまで、医者ではないですし、専門家でもないので、絶対にこれが正しいという、まあ、医学的根拠があって喋ってるわけではありません。これ先に言っておきますけれども、今回はあくまで僕がこれまで、まあ、コーヒー8年9年くらいかな、ずっとやってきて感じた僕カズマックス個人の実体験と、あとはどんなコーヒー生活を心がけているか、どんなコーヒーにどんな効能があって、どういうふうに飲めばどうなるかっていうのを、まあ、ある程度頭の中でまとめているんで、まあ、それを皆さんに今日はお話ししていきたいと思います。まあ、やっぱりね、いろいろ調べていくと、なんかこう相反する意見があったりとか、それって根拠どっから来てんのとか、ちょっと眉唾ばなものとか結構あったりするんですよ。あくまでそういうのは、まあ、自分がどう信じるかっていうのと、あとはやっぱり個人差とかももちろんありますので、まあ、カフェインが、ね、どう作用するかってやっぱ人によるじゃないですか。で、今回はね、あくまで僕がどう考えているかを、はい、まとめましたまあこれね、僕がミリオンにまとめたんで、皆さん今にはこの辺出そうと思うんですけれども、とりあえずまあこんな感じですね。僕は普段コーヒーを飲む上で心がけていること、1,2,3,4,5,6,7 と、まあセトラって感じで、はい、じゃあ早速いきましょう。まず一つ目は胃酸の分泌を助ける、これです。コーヒーには胃を刺激して、胃酸の分泌を助ける作用がありますので、そうですね、まあ胃酸があまりにも多すぎて普段胃が荒れてるとか、そういう人でなければ、まあ、食前に飲むのもありだと思います。まあ、ただね、直前にコーヒー飲んで、まあ、ご飯食べるっていうのもなかなかまあないと思うんで、まあ、食後でも全然大丈夫です。僕は食後に飲んでます。ご飯を食べた後に、コーヒーを飲むことで、まあ、胃酸の分泌を助けて消化を良くすると。で、ちゃんと胃酸で消化されたものが腸に行くことによって、まあ、消化が助かる、まあ消化器官が助かると。消化不良のまま、腸に行ってしまうと、まあ、腸が苦しんでしまうので、そういった意味で体に優しいと、まあ、そういう作用もありますね。で、2つ目、これがね多分、一般的によく言われているやつ、飲んだ後30分から、脂肪燃焼を促進する効果と、まあ、いわゆるダイエット効果ですよ。これはね、先に言っておくと結構実際に感じてます。僕ね、血筋的に結構太りやすいというか、まあ、絶対痩せ型ではない血筋なんですよ。ちょっと油断すると肉がついてしまうし、特にね、小学生の頃は一番顕著だったかな。まあ、僕食い地も張っていて、いつも1日3食食べてるくらいなんですけど食べるし、あまり動かないというタイプだったんですよ。田舎住みだったんですけどね。まあ、そんなにこう、野山で駆け回るっていう、そこまでのタイプでもないですし、なかなかムチムチだったんですよね。でも、その僕が、YouTube を始めてから、要はコーヒーを、まあ、ほぼほぼ同時にね、始めてから、こう、パンパンっていうのはあんまイメージなくないですか？これがね、多分、この脂肪燃焼促進効果のおかげも、まあ、あるとは思うんですよ。僕、コーヒーと YouTube と運動をほぼほぼ同時に始めたんですよ。で、このね、運動がミソ。運動しないと脂肪燃焼の促進効果、まあ、これ、コーヒーに含まれるクロロゲン酸とかいう、ポリフェノールによって引き起こされる現象なんですけれども、飲んだだけでは脂肪は燃えない。結局のところ脂肪燃焼しやすくするものだから、しっかり有酸素運動を中心に、まあ、運動をして脂肪燃焼する運動、活動をすることによって脂肪が燃えると。だから僕当時大体ね、晩ご飯を食べてコーヒーを飲んで筋トレをして走りに行ってたんですよ。これによってね、ものすごい勢いで痩せたんですよね。まあ、個人的な話をするとね、僕は毛の量が結構多いんで頭大きいんですけど、こっちが痩せすぎて、なんか、バランスおかしくなって、まあ、今はね、毛を抑えることを学んだからまあいいんですけど、それでも本当、当時ね、どうしちゃったってぐらいの細かったんですよ。でも今、当時ほどめちゃめちゃ運動してるってわけじゃないから、まあ、そこまでではないんだけれども、それでもやっぱり太りはしないんですよね。基本的に僕、晩ご飯を食べた後に、まあ、コーヒーを飲んで、軽く、まあ、体操とかしてから、歩きに散歩にね行ったりもするんですけれども、それ以外にほぼほぼ外出しないんですよね。まあ、YouTube 専業になってから、まあ、数ヶ月経ちますけれども、それでもねやっぱり体重そんな変わらないんだよね、こう体の作りとか。
だからむしろ軽く筋トレも増やしたから、むしろ良くなってるくらいで、トータルの、ね、運動量は減ったんですけれども、それでもある程度脂肪燃えてるんですよね。1日3食がっつり食べてるのにですよ。これはね、結構多分脂肪燃焼効果が大きいんじゃないかなと思ってるんですよね。血筋的にはまず間違いなくふっくら系、決して痩せ型ではないタイプの僕でも、この10年間、9年間か、コーヒーを飲み始めてから、ちょっと太ってたの困ったなってことがないんですよね。基本的な運動さえしていれば、多分ね、結構コーヒーはこの脂肪燃焼促進効果で助けてくれると思ってるんですよね。なので個人的には、同業者、YouTuber さん、皆さんね、多分コーヒー飲むべきだよ。絶対ね、みんな運動量少なくなるから、今だったらリモートワークとかもありますよね。その時に、コーヒーを飲んで軽く、昼休みでもさ、ちょっと散歩するとか、そういった有酸素運動とコーヒーの合わせ技はなかなかいいと思います。これはね、嘘じゃないと思うよ、多分。だから万が一僕がいつか太ったりしたら、これが嘘だったか、体質に合わないか、単純に僕が運動していないか、これの3つのどれかですね。多分ね、僕は信用していいと思うんですよね。結構他のクロロゲン酸をね、入れたことによって脂肪燃焼促進効果を得られるっていう、商品も開発されてるぐらいだから、しっかりご飯を食べて、で、コーヒーを飲んで胃酸の分泌を助けて、で、飲んだ30分後に軽い運動をすると、ここしておくだけでもね、ちょっと体は変わるかなと思います。はい、じゃあちょっと長くなりましたが、次行きましょう。次がね、利尿作用によるデトックス効果。これもちょっとダイエットに通じるところもあるんですけれども、カフェイン、コーヒーって、紅茶もですけど利尿作用ありますよね。コーヒー飲むとトイレ行ってくなりますよね。これってそんなに悪いことばかりではなくて、利尿作用、つまりおしっこですよね。尿が排出される、つまり体中から水分が集まるわけですよ。で、尿ってそもそも老廃物を出すためのものですから、それを、出すと体の中に溜まった毒素を集めて外に排出する助けをするわけですね。ただもちろんコーヒーや紅茶を摂取するだけでは、摂取する水分量としてはちょっと少ないので、それプラス普段からちゃんと水分を取っておくと、プラスコーヒーと紅茶を飲むことによって利尿作用で常に出し続けると、入れて出すという、これが大事ですね。で、老廃物がよどみなくね、たまらず出ていくことによって、むくみの解消にもなるし、体にいらない毒素がたまらずに健康になると、そういうことですね。それから、じゃあ次4つ目、体温を上げるって書いてあるんですけど、あったかい飲み物全般ですね。基本的に飲めば、体の体温が上がるわけですから、よく白湯を飲むと体にいいとか言うじゃないですか。でも体、体温が上がることによって、免疫力とかが上がりますし、冷たいものよりは温かいものを飲んだ方が胃腸に優しいので、中にもいいと。ただこれに関しては本当にコーヒーに限らず温かい飲み物は全般に言えることですので、そこまで特別ではないんですけれども、でも基本だからこそすごい大事だと思うんですよね。僕普段水飲まないんですよ、冷たい水。子供の頃から僕は胃腸が弱くてですね、胃は強いな腸が弱いんですよ。胃は強いんだけど腸が弱い、お腹を壊しやすいんですね。だから子供の頃からよく野菜をしっかりとったり、クロレラ飲んだりとか、こうやってお湯飲んだりとか、いろいろね、お腹に優しいことを心がけてるんですけど、その中の一つとして、温かい飲み物ですね、すごくいいと思います。特にこれは女性におすすめですね。はい、じゃあ次行きましょう。こちら、覚醒作用と鎮静作用。これは良くも悪くもってところなんですけれども、あとはね、人によるところが大きい。覚醒作用と鎮静作用っていうものをね、コーヒーは同時に持ってるんですよ。ちょっとコーヒー飲んで落ち着くなった時もあるし、コーヒー飲んでバッチリ目を覚まそうっていう、聞く場合もあるじゃないですか。あれどっちなのってならないですか？僕の場合はね、コーヒー飲んでも覚醒しないんですよ。もちろんね、めちゃめちゃ限度を超えて飲みまくるとちょっと胃がおかしくなったりとか、落ち着かなくなったりとか、もちろんね、限度を超えればそうなりますけれども、常識の範囲内であれば特にね、ないんですよね。むしろコーヒー飲まないと眠れないとか、ほっと一息つく瞬間がないというか、これはね、かなり人によるところが大きいと思います。あとね、プラシーボ効果もありますね。やっぱりコーヒーを飲む、つまり目を覚ますっていう、擦り込みがある人とかだったりすると、もちろんそのプラシーボ効果で実際にその結果が生まれることもあるし、あとはシンプルに、覚醒作用がものすごく出やすいっていう人もいるだろうし、これはね、本当に良くも悪くもだと思うんですよね。飲んでみないとわからないと。あとはどちらかの慣れもあるのかな。
ずっとコーヒー飲んでたけどだんだん効かなくなったって人もいるし、まあ、いろんな意見とかね、記事が出回ってますけれども、まあ、一番は自分の体と相談しながら、あの様子を見ながらね、適切な量を取っていくっていうのがまあいいのかなと思います。じゃあ次行きましょう、焙煎度によるカフェインの違い、まあ、これですね、これコーヒー豆がありますよね。これを焼いていくと、まあ、だんだん色が黒くなっていくんですよ、まあ、最初はちょっと黄色いとか青いとか緑とかそういう感じの生っぽい色してるんですけど、その豆を焼いていくことによって、まあ、普段みんなが知っているコーヒー豆になるわけですよ。これがね、火が入っていくとやっぱね、カフェイン量って減っていくんですよね。あのカフェインって熱に弱いんで、浅入りがカフェイン量多い、深入りがカフェイン量少ないと思ってもらったら、まあ、とりあえず間違いないと思います。結構ね、今流行りのスペシャルティーコーヒーとかって、浅入り中心になってることが多いんで、要はあの軽くてフルーティーで柔らかいみたいな、あとちょっと酸味があるみたいなね、でちょっと薄めに出すとか、そういうコーヒーって意外にカフェイン量ちゃんと入ってるんですよ。でむしろ重たくて苦くてしっかりしていて、まあ、ザ・コーヒーっていう、こう皆さんがイメージするっていうのは意外にね、コーヒーに含まれるカフェイン量少なかったりするんですよね。まあ、ただもちろんこれは抽出方法だったりとか、使う豆の量だったりとか、そういったものに作用されるところも大きいんで、まあ、一概にはもちろん言えないんですけれども、とりあえずこれを知っておくだけでも、まあ、判断の基準にはなるかなと思います。浅入りだからといって必ずしも軽い、つまり、優しいとか体に、負担が少ないとか、まあ、カフェインが少ないとか、そういうわけでもないと。でもね、ここまで僕が話して、最終的に、まあ、究極的に言いたいのが、これなんですよ。やっぱりね、飲みすぎ注意。本当にこれなんですよね。これに尽きる。やっぱりどんなにいいものでも、まあ、用法、用量を守って正しくお使いくださいということですね。飲みすぎはよくありません。カフェインも、適切に取れば、いい効果を生み出しますし、多く取りすぎれば、まあ、多少はね、やっぱ体ですから。体質によって体調によって、悪い効果をね生み出したりもするでしょう。だこれは本当に自分の体質を知ること、体調を把握すること、これが何より大事になってきます。まあ要は正しく理解し正しく恐れるということですね。そして正しく管理すると、ね、僕の家族にもいるんですよ。コーヒーの味とか香りはすごく好きなんだけれども飲めないっていう人が、ちょっとコーヒーを飲んだだけで要は体が過敏に反応してしまって下してしまうとか、まあ、そういった場合ってね、どうにもならないですよね。まあ、飲んでしまえば下すわけなんですから、もうカフェインは取らない方がいいということですよね。でもね、その場合、お茶だったら良かったりとかするんだよね。あと、デカフェだったりとか。本当に自分個人の、セーフライン、アウトライン、まあ、ご家族とかね、を見極めるってことが大事ですね。一概にあのカフェインがダメとか、いいとか、日本人もしくは人類全体に対してこうコーヒーっていうものがこういうものだっていうのはやっぱ言えないんですよ。個人差っていうものがありますからね。だけれどもこれだけのことをね、ある程度、まあ、自分の頭の中に置いておくことによって、で自分の体調とかもちゃんと把握することによって正しく飲むことができるし、正しく恐れることができるし、正しくある程度、まあ、人にねおすすめすることもできるし、で、まあ、あとは副次的な効果で言うとね、まあ、ダイエットとかそうですよね。コーヒー飲んだ後によし、これならちょっと効果上がって、今ボーナスタイムだから運動を頑張ろうとか、もしかしたらちょっと痩せるかもしれないとか、そういうちょっと希望というか、まあ、楽しみみたいなものを、ね、持てるわけじゃないですか。まあ、そういった副次的な効果もあると思います。で、今実はね、本当に軽く書いたんですよ。今、本当に突発的に、あ、コーヒーってこういう良さあるよなってふっと思い立って、ちょっと喋りたいなと思って動画のね、ボタンを押したんで、軽く上げただけでもこんだけあります。多分ね、これからまたちょいちょい出てくると思うんで、その時報告しようと思うんですけど、これだけの効果、良さ、メリット、デメリット、まあ、合わせ持っているね、コーヒーっていうもの、本当に知るだけでも楽しいし、でね、何よりやっぱりコーヒー、一杯のコーヒーを生活に取り入れるってこと、本当に素敵なことですよ。これ一杯あるだけで、ちょっとこう生活が良くなる。まあ、ぜひぜひね、皆さん、こちら、コーヒー、正しくというか違うな、何でしょうね、まあ、あくまで僕個人の、意見ですから、信じていることですから、医学的な根拠に基づいているわけではありません。だけれども自分で実体験してきて、この9年間の中で、心がけてきたこと、まあ、この辺ですね。本当にコーヒーっていいっすよ。ぜひぜひ、まあ、気になった効果があったらちょっと試してみてください。もちろん魔法の飲み物ではないんでね、あくまで今挙げた効果すべて
結局この辺とかダイエット効果とか、あの自分の胃酸の分泌を助けたりとか、あの脂肪燃焼を促進したりとかっていう、体を助けるとか効果を上げるとかいう意味合いなんで、飲めば変わるとかそういう魔法の飲み物ではないんでね、あくまでそういったことをちゃんと理解した上で、頭に置いた上で、飲むっていうのが大事かと思います。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド、コーヒーの持つ効果、メリット、デメリットについてのお話でございました。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。じゃあね。